行こうかなと。ライブ配信じゃなくてライブアップするんですか。もうこの店で何件か YouTube アップしたけど、あ、そうなんですか。あ、なんていう人ですか。あの、何で出してます、なんていう名前で。おっさん亭で題名は出してます。その、こう名前何やったかな、自分の、こう、ね、名前というか、アカウント名 YouTube。 それも忘れるぐらい。多分見てると思いますよ、僕は。J 太郎です、J 太郎。ああ、じゃあちょっと分かれへんな。その負け負け山かなんかでしょ、は見たことありますね。そんなんとか、短いやつ、短いやつ、7秒。ああ、はいはいはい。ああ、ほら、多分見たことありますわ。10円たこ焼き、はいはい、まあ、これもいつも基本網焼きしてるんで、そうですよ。さんでホルモン祭り。ああ。まあ、これ映してます。誰もあんま見てくれない。でもおっさんてで、あの YouTube で検索したら、もう結構この何ヶ月も何ヶ月間か結構上がってますよ。視聴回数これ6ヶ月前やけど26回とか20回5回。10円たこ焼きって結構なんかインパクトあるんですけどね。ねえ。新森古市駅前、超駅前で。あんま流行ってもろても困るし。ここ流行ってもらって、いや流行ってもらったら困るって言われてます。もさ、なんで流行ってもらったら困るって。あ、席なくなってもらう。いやいやいや、まさかそういう人でも席が増えますよ。あのテーブルいっぱい並んでるし。もう結構前から通ってますよね、この辺ね。だいぶ通ってますね。何年になるやろ。何年こうなるかな、だいぶ。これがいいっすわ。隠れが。初めはね、そして、もうすぐ、隣の隣の隣の、はい、店の存在をする、ああ、すごい怪しい。まあね、まあね。今はまだ客いてるの。前、もっと客いてなくて、いつ見ても誰も。